おはようございます。速稼塾の久保です。広島県民としてですね、私はちょっと言いたい、河合安里さん、河合克行さん、私はね、情けない。いや、本当恥ずかしいですよ。何もしてないんだったら記者会見でね、私は潔白ですと言ってくださいよ。その結果、刑事の捜査が入って、当局の捜査が入ってね、ここはダメじゃないですかって言われても、それはいいじゃないですか。後ろ暗いことがないんだったら、私にはそんな覚えがありませんと。私は有権者の声を、国民の皆様を裏切ったようなことはしませんと。もししてしまったとしたら、それは認識不足、事故でということならありえますけども、意図してそういうことはありません。捜査が入ったからこそ言えるんですと。私は正々堂々とやってますと。一生懸命仕事してるのに、当局の陰謀によって追放されようとしてますぐらいのね、ご恩さんばりのこと言ってくださいよ。後ろめたいことがあるから、いや、捜査が入ってるんで何も言えませんみたいなことになるんですよね。捜査に協力するっていうのは、記者会見で自分の身の潔白がならない潔白をね、きちんと話すことだと思うんですよ。それを私たち投票した有権者も求めてるんですよ。いや、河合さん、克行さんどうなんですかと、安里さんどうなんですか、そんなことしてないですよねと、正々堂々とやってくれてますよねと、そんな辞任するようなことをやってませんよね。何もないんだったら別に辞めなくていいじゃないですか。で、責任取って辞めるなら国会議員辞めてくださいね。相変わらずのんのんとですね、マスコミの嵐が過ぎ去るまで頭を低くして待っとけば、まあ給料200万300万入るわっていう気持ちにしか見えないわけですよ。いやー、ちょっとね、私たち広島県民としては、国会の場にね、あなたたち二人を送り込んだ身としては、もう情けないですよ。広島カープ見てくださいよ。どんな時でも広島市民が支えてるじゃないですか、県民がね。え、それからこっからが本題です。オーストラリア火災、名もなき力もなき人が力を合わせてですね、なんかできないかなと、コアラのマーチで募金できないかなとかね、動画再生で、寄付できるそんな動画があるんだって言ってね、それ再生するじゃないですか。力なき者、権限なき者はこれだけ必死にですね、地球を丸くしようとしてるのに、権限ある者がその権限をこのね、公のために使うんではなくて、自分のためとかね、我がことのために使ってどうするんですかと。もうこれはね、情けない、情けないですよ。もう国会議員をやめてください。もうね、やめる権限が私にあるんだったらね、即やめていただきます。で、やめてまた信頼と実績を積み重ねて選挙出ればいいじゃないですか。その時には以前のね、失敗を教訓にさらに強くなった可愛い夫婦ということでね、でも応援する人は出てきますよ。大丈夫ですよ、そんなに今の職にしがみつかなくても。ということで、今日言いたいのはね、このことではないんですよ。記者会見がどうこうではないんですよ。XJAPAN の YOSHIKI さんがオーストラリア火災に対して1100万円のね、募金とともにツイートを出してくれたっていうところがね、非常に嬉しくって、もともとはこれね、私が速稼塾のオーストラリアの塾生さんがですね、オーストラリア火災のことについてちょっと久保さんの方からもお願いできませんかってことだったんで、わかりました、そういうことでしたら私もね、認識が足りなかったんで、オーストラリア火災のことで何かできることがあるんだったらやりましょうってことで動画を撮ったら、速稼塾の塾生さんがね、たくさん同じような動画を撮ってくださったりとか、コアラのマーチとかロッテの製品で募金ができるみたいですよと。どんな方でも、もう生活保護を受けてる、元生活保護を受けてる貧困シングルマザーでも、お菓子を買うことによって募金ができるんですよってことを教えてくださったりね。で、あとはこの動画をみんなで再生したら、その広告料がオーストラリアの方に回るそうですよっていう動画を紹介してくださったりとかね、こうしてるんですよ。嬉しいなと思いますよね。その後でタレントのフィーフィーさんがね、オーストラリア火災の動画を上げてくださったのが3、4日前ですよ。それに続いて XJAPAN の YOSHIKI さんがね、いや、私もちょっとなんかやることがあると思いますみたいな感じでツイートを上げてくださったりとか、寄付を上げてくださったりとかしてくれたわけなんですよ。まあもちろんね、フィーフィーさんとか XJAPAN の YOSHIKI さんは私たち速稼塾の動きにこうしてやってくれたわけではなくて、偶然だと思いますけどね。でもその偶然すらやっぱり味方につけるこの必然力っていうのがね、今回のオーストラリア火災のなんかね、解決に一歩でも二歩でも近づけていくんではないかなと思いながらの今日の放送でした。最後にもう一回言いますけどもね、いやー、河合安里さん、河合克行さん、ちょっとかっこいいところをね、私たちもね、河合さんを選んだ誇らしさってものをちょっとそろそろ
感じさせてください。ちょっと今のところね、恥ずかしいというかね、河合克行さん、ね、アンリさん、親兄弟、親戚の方、どんな風に思って日々を過ごしてるか、近所のスーパー、街歩けないですよ。何やってるんですか。私たちは街歩けますけどもね。知らんぷり決め込めばいいんで。いや、私は投票してませんって言えばいいんでね。でもまあね、せっかくの一票をね、投じてくれだすった方、はっきり言ってこれはね、一票を盗んだと言われても仕方がないですよ。そういう風に言ってる方もいますけどもね。ちょっと頑張ってくださいよ、そこは。恥ずかしくないですよ。ちょっとやっちゃったとかね。あ、食券ちょっと乱用しちゃったかなと思うのはしょうがないです。でもまだ、なんかが分かったわけじゃないんで、本当何もしてないかもしれませんけどね。何もしてないんだったら何もしてないっていう風に報道で言ってくださればいいんですよ。ね、立花隆さん見てくださいよ。ね、何もやってないってことを YouTube で、報道がね、インタビュー来てくれないんで YouTube でやってるじゃないですか。まあ、ああいう風にやってほしいなと。これからね、正直者がバカを見るではなくて、正直者だけが生き残る時代になると思いますよ。それでは、いってらっしゃい。